新宿東南口付近ご通行中の皆さん、大きな音を立ててしまって本当に申し訳ありません。選挙が近づいてくると、選挙になるとあまりにもうるさい音でもう誰にも入れんとこうっていうふうに私も昔思ったことあります。ただ今回の選挙だけはそう思わずにお力をお貸しください。山本太郎、6年前にここ東京、2013年、皆さんから66万を超える票をいただいて国会に送り込んでいただきました。それから6年が経った今回、山本太郎は東京選挙区からは出ません。東京選挙区からではなく比例代表、投票用紙で言えば2枚目、全国の皆さんから山本太郎と書いていただける、そのような戦い方をしようと思い、比例代表で山本太郎が、他令和新選組として9名の仲間たちと一緒に戦っていくことになりました。非常に魅力的な令和新選組の面々、後ほどご紹介したいと思います。山本太郎、名前聞くだけで吐き気がする、そんな方もいらっしゃるでしょう。山本太郎は嫌いになっても、その以外のメンバーは嫌いにならないで、山本太郎を押せなくてもその他押せるメンバーがたくさんいるんですよ、ということをまず最初にお伝えしたいと思います。後ほどご紹介させていただきます。この6年間国会の最前列、そこで行われる政治、参加しながら見てきた。どのような政治だったか、残念ながらここにいらっしゃる皆さんをはじめ多くの人々のための政治は行われていないのが現状。じゃあ誰のための政治が行われてきたか。2013年、その年の初めの国会に施政方針演説、総理大臣が私たちはこういうことをやっていきます、そのように告げるような場で、安倍総理はこうおっしゃった。世界一企業が活躍できる国を目指す。結果どうなったか。お言葉の通り、一生懸命企業のためにより儲けさせられることは何だろうかってことが追求された6年間でした。例えば企業に対する大減税、例えば金持ちに対する大減税、例えば自分たちのお仲間に対して、例えば自分の腹心の友に60年以上許可されてこなかった獣医学部を開くための国家戦略特区、例えば自分のお友達、自分のブレーンである、その一人である小泉時代からずっと日本をぶっ壊してきた竹中平蔵さんが自分たちの仕事を提案し、そしてそれを議論し、そしてそれを受注するというようなことまでやってきた国家戦略特区、他にもありとあらゆることが、自分たちのつながりのある人間たちにいかに忖度できるかっていうことをやり続けた6年間、これは皆さんにとって一体何がプラスになるのかは全く理解できない代物でした。昨年最後の国会で入管法を通りました。入管法の改正で何が可能になったか。多くの外国人たちをもっと日本の中に呼び込んで、より安い賃金で働く人間たちをこの国に担保しようっていうことを決められた。はっきり言って法律は何も決まっていない、今言ったようなことしか決まっていない。多くの外国人が日本に入ってきた場合、その人たちの社会保障はどうなるのか、何年にも及ぶ場合家族は帯同できるのか、そしてどこまでの範囲の職種に広げられるのかなど、本当に重要なことは何も決まっていない。そのようなものを強行で通した。これによって何が生まれるか。この国にもともと生き働く人々たちと、あなたよりも安い賃金で働く大量の労働者、この間で分断が起きますよ。それだけじゃない、今であっても外国人労働者、奴隷労働のような扱いを受けている技能実習生、技能の移転、あなたの祖国に日本の素晴らしい最新技術を学びに来てあなたの祖国に持って帰ってくださいということが入り口、建前でも実際は雇用の調整弁、
とにかく安い労働力を確保したいということで行われてきた技能実習生を見ればわかる。今でさえ奴隷労働、残業代100円切ってる、そんなの普通。一方で日本人の働き方は長時間労働低賃金普通、サービス残業当たり前、もうすでにぶっ壊されてるとこにさらに安い労働力を大量に呼び込むようなことが決まってしまえば、この国の労働環境どうなりますか。より低い方に、より働きづらい方に、よりあなたが壊れる方向に進んでいく、そう思いませんか。賃金はより安い方に合わされていく、当然じゃないですか。そんなもの通していいんですか。今ある政治は決してあなたのためにある政治ではない。今ある政治ははっきりしてる、組織票と企業献金、そこで紐付けられた代弁者たちが国会の中で自分たちに権力を与えてくれた人たちに対してのご恩返しが行われているのが政治の場。あなたの人生を削って、この国に生きる人々の人生を削って、企業側をいかに儲けさせるかってことをずっとやってきてんですよ。痛みを伴う改革、小泉時代に騒がれた、歌われた。痛みを伴う改革の後に残ったものは何か。痛みしかない、疲弊した人々しか残らない、もうボロボロですよ。子供の7人に1人が貧困、むちゃくちゃじゃないですか。子供が貧困であれば大人も貧困、高齢者の貧困5人に1人、一人暮らし女性3人に1人貧困。この人たちが頑張らなかったからっていうんですか。違いますよ。構造上の問題、国がちゃんと施策を打たなかった、金を投入しなかった、あまりにもありえない政治の間違い、経済的施策も打ってこなかったことにより、たくさんの人々の生活が地盤沈下してきた。その上で消費税 10% に上げるなんて気は確かかって言いたいんですよ。一方で野党にも言いたい、非常に素晴らしいお仕事を国会内でやってることは知っています。尊敬するたくさんのいろんな先輩たちがいます。私も直接ご指導をいただいて、あまりにも荒削りだった山本太郎が少しマシになるぐらい、野党側の先輩、もちろん与党にもいますが、たくさんいろんなことを教えてもらった。フィールドワークでみんなの声を聞いて何とか形にしてこようとしてる人たちもたくさんいるの知ってる。でも最終的にその与党側、むちゃくちゃ暴走してる時とむちゃくちゃ暴走するっていう時の最終的なガチンコの喧嘩の時に、どうしてもっと地べた這いずり回ったような喧嘩の仕方をしてくれないんだって話なんですよ。数が少ないから選挙を通して次頑張ればいいだろう、少数派が騒いだって無理だ、そんな言葉で6年間これから先もっとこの国が壊れていく速度を速めるようなことが多数決められていってんのに、自分たちは少数派だから次の選挙で勝つしかないっていうふうに諦めるのっておかしくないですか。たとえ少数派であったとしても、その数を最大限に使って体張ってでも喧嘩してほしいって、そう思いませんか。入管法が通った時、それまでの野党側の先輩方の追及は非常に素晴らしかった。私にはできるような代物じゃない、さすが頭の賢い人たちたくさんいるんだな、そう思いましたよ。でも議論の入り口に立てば出口は見える、当然その入り口立つ必要はあります。なぜならばその入管法、この国の労働環境を破壊することにつながるような内容、これは皆様にどんな危険性があるものなのかということを政府側からいろんな参考人から話を聞く必要はあります。いろんなことがつまびらかになった。でもそれだけじゃ足りない。なぜか期間が短い、審議始まってから採決行くまでの間じゃ全国津々浦々の皆さんにまで
今とんでもないことが起こっているってことを伝えるには不十分なんです。じゃあ私が野党第一党だったら何をしていたか。こんな例え話意味がないって思わないでください。私が野党第一党だったらそういう場面でどういう動きをするか聞いてください。私がそういう立場にあれば採決に行く前に本気で体を張って止めます。本気で体を張って止めるとはどういうことか。ピケを張る、委員会を開かせない、理事会も開かせない、とにかく国会が不正常な形になるっていうことを作り出す。そうすることによって何が生まれるか。マスコミは取り上げざるを得ない、流さざるを得ない。どうしてか。国会が不正常だからです。どうして不正常化しているのか、そしてその理由は何なのかっていうことをソフトとしてマスコミが流さざるを得ない状況を作るしかないんですよ。この国の生きる、この国に生きる人々、もともとの労働者をぶっ壊すことであり、外国から来た労働者もぶっ壊すことであり、そしてお互いに分断を生むことであり、衝突を生む、こんなことをどうしてわざわざやるんですかって。ずっと経団連が求めてきたことをやり続けてんですよ。より安い労働力をよこせってことを。そこに逆らえない政治って何なんだ。誰の代弁者なのかっつったら、2013年の施政方針演説に戻った通りですよ。そこにあった通り、企業が世界一活躍できる国を作る、企業が世界一活躍できる国を作るためには2つ必要。1つ、彼らのコストである税金を大幅に減税する。これはやった。そしてもう1つ、企業にとってのコストである、あなた、働くあなたのコストをよりダウンするために、これまで散々やられてきた、その極めつけが入管法なんですよ。それに対して体を張って1ヶ月でも2ヶ月でも徹底的に抗戦をして、日本国中どの人も入管法あれはやばいっていう認識になるまで徹底的に戦うっていうのが少数派に残された道だったんじゃないかって私は思うんです。ちなみに入管法改正、その時の国会は1日も延長されることなく無事終わりました。素晴らしい戦い方をしていた野党の先輩方、本当に敬意を表しますけれども、これ以上やったってしょうがないってそう思ってんですか。それってどういう意味なんですか。それが通った後にこの国がどうなるかも想像できないのかって、体あって止めろよって思うんですよ。そして私は一人牛になる。当然牛歩やらなきゃいけなくなるんですよ。とんでもない法律を申し出した保守を名乗る保身の者たちに対して異を唱えるためにも、そしてガチンコで喧嘩をして次は彼らに託すしかないって、みんなには力を集めてくれるような野党じゃなく、国会を1日も延長させなかった野党の先輩たちに対する抗議ですよ。それが山本太郎を牛にさせるんですよ。バカバカしい話かもしれない、牛歩なんて意味があるかどうかはわからない、はっきり言って。それで採決やられれば終わりです。でもそれまでに徹底的に戦い、少数派でもやれる戦い、みんなに知ってもらうためにはマスコミが流さざる得ないソフトを作り出す、そういう戦略を持っていけなかったらこれ万年野党じゃないかよ。そう思うんです。戦う野党にしていきましょう。そのためには何が必要か。国会の中に足りないもの、それは緊張感。今回の選挙で自民党は消費税を 10% に上げるということを公言し選挙戦に突入した。これは何を意味するか。増税を明言して選挙に入ったとしても野党には負けないってこと分かってんですよ。随分舐められたもんですね、野党の先輩方。私は消費税は減税、
廃止以外ないと思ってます。当たり前です。みんなの首が締まってる。消費税の滞納は全ての税金の滞納のうちの6割中小零細壊れ続けてますよ。皆さん、消費税1年間でどれぐらい払ってるか知ってますか？消費税が 10% になったらどれぐらいの負担になるか分かりますか？1年間で 10% になれば約1ヶ月分の給料が持っていかれるのと同じなんですよ。この消費税何のためにある？社会保障？とんでもない。2017年の使い道見たら分かる。消費税 3% 上げたことによって手に入れられた税収は8兆円。 3% イコール8兆円。この8兆円のうち社会保障にいくら使われた？政府のもともとの約束では消費税増税分すべて社会保障の充実と安定化に使うと言った。答え合わせしましたか皆さん？ 3% で8兆円手に入った。そのお金のうち2017年度社会保障の充実に使われたのは 16%。 なめてんのかって話なんですよ。そしてこの7年間の間、政府がやったことは何か？4兆円もの社会保障を切ってきた。ギリギリでセーフティーネットでしか命をつなげない人たちをより首を絞めるようなことをやってきた。もうこの国に生きてる人たちは生産性でしか測られてない。どれだけ役に立つか、何を生み出すか。何も生み出さないものは生きてる価値がないっていう社会に進んでいってんですよ。力貸してください。止めたいんですよ。死にたくなるような世の中やめたい。シンプルじゃないですか。生きててよかったって思える社会を作りたい。当たり前ですよ。あなたはいてるだけで価値がある。そんな社会を実現するために政治があるんじゃないですか。そうじゃないんだったらどうして税金払ってあいつら食わせるんだ。そういう話ですよね。そんな政治を作りたいんです。そんな政治を作りたい。一緒に作っていきませんか。だから小沢一郎さんとやってました。いろいろ勉強させていただきました。今独り立ちしたんです。令和新選組、山本太郎を含め10名の仲間と共にこの選挙を戦っていく。今回の参議院選挙、124人ぐらいの議席を争うって話です。だったら10人ぐらい異端児を送り込んでもらえませんか皆さん。山本太郎なんて大嫌い、名前なんて書けるはずないって思われる方がいるのも無理はございません。なので私以外に素晴らしいメンバー揃えております。なので私のことは嫌いになっても令和新選組は嫌いにならないで、ということでこれから令和新選組の面々を紹介していきたいと思います。その前にここまでの私の皆様への訴えでちょっと力貸してやってもいいかな、そう思われた方いらっしゃったら、このピンクの封筒、私が手に取っておりますピンクの封筒をぜひお持ち帰りください。中身は何か、はがきが入っております。封筒の中身ははがき。このはがき、公職選挙法で認められているものです。全ての政党がこのようなものを使っております。このはがき裏を返すと宛名のない、宛先のない空欄になってます。ここにぜひあなたのお友達、ご家族、お知り合い、ご紹介してもらえませんか。その方々の連絡先を記入された後、もう一度このピンクの封筒にこのはがきを返していただきたい。入れた後どうするか、ポストに投函してください。その後これが四ツ谷にある令和新選組の事務所に届きます。その後お力を貸してくださいというチラシを送らせていただいたり、こちらでやらせていただきます。あなたの一票いただけるのは非常にありがたい。でもその一票ではなかなか大きな組織には勝っていけない。だからあなたお一人の力を1人2人3人とこのハガキを使って広げていっていただきたいんです。力貸してくれませんか。それでは令和新選組の面々を皆様にご紹介してまいります。先ほども申しました2013年6年前
東京選挙区から66万を超える票をいただき、山本太郎は国会へ連れて行っていただきました。今回その東京選挙区から山本太郎は出ません。どっから出るのか、先ほども申しました、比例代表2枚目の投票用紙、要は全国から山本太郎と書いていただけるような仕組みになっております。じゃあ山本が以前立った東京は次誰が立つのか。素晴らしい人材がおりました。本気の大人です。ガチンコの喧嘩をしに行ってくれる方です。お呼びいたしましょう、野原佳正。